こんにちは、コッコです。今日は実家からお送りしております。本を読んだので紹介をしたいと思います。ケーキの切れない非行少年たちっていうやつです。結構本屋さんとかで1位みたいな感じでめちゃめちゃヒットしてたので読んでみました。すごい面白かったです。なんか内容としては著者の宮口浩二さんが元臨床心理士なんですけど、少年院で精神科医として働いてた時に見えたものとか、そこから感じた社会問題について問題提起とその解決策までちゃんと書いてあって、すごくすっきりとした本でした。で、一番象徴的なのがこのケーキの絵なんですけど、これなんか非行少年たち少年院にいる子たちにこのケーキを3等分平等に切ってくださいっていう問題を出すと、なんか普通こうやれば平等だってわかるんですけど、その発想が出てこなくてこういう風に切っちゃったり、あとはなんか絵を見せて同じものを描いてくださいっていう問題でも全然違うものを描いてしまったりとか、なんか見たり考えたり聞いたりとか、そういう能力、認知能力がそもそも低いっていうことが問題なんじゃないかみたいな感じの話です。だからその同じものを見てもそのように見えてなくて、現実が歪んで見えてしまってるっていうのが大きい問題ですよね。で、あとはなんか漢字が読めないとか計算ができないとか、そういう学習能力が低いっていうのもかなり問題で、理解力がないから、例えば少年院にいることについてどう思いますかっていう質問に対しても、なんか楽しいですとか言っちゃうみたいな、なんか社会的に少年院っていう場所がどういう場所なのかっていうことも理解してなくて、でその犯罪を犯したっていうことについてもなんかまたやりたいですとか言っちゃうみたいな、もうなんか反省とかその構成とかの以前の問題で状況がまず理解できてないから、だからどんなにそれに対して怒ったりとかしてもなんか理解させないと、なんか本人たちも前に進めないっていう状況について書いてますね。で、それって結構極端な例で、なんか社会の中でそういうグレーゾーンの人って多分めちゃめちゃいて、私も実際ADHD とかアスペとかもう隠れ ADHD とかあるじゃないですか。そういう病名がもらえるほど重度じゃないけど、ちょっと認知機能に問題があるっていうか、ちょっと歪んで世界が見えちゃってるみたいな人って割といると思うんですよね。で、なんかそういう人たちって結局すごく生きづらいんですよ。なんか世界がそうやって見えちゃってるから、その人にとってはそれって現実なんですよね。だから例えばなんか挨拶した時無視されたら、なんかその人にとって嫌われてるっていうことが現実で、なんか自分はダメな人間だと思っちゃうし、でもそれってその人にとっては真実なんですよね。だからなんかすごく生きづらくなってしまうし、本当はもしかしたら全然なんか耳遠くて聞こえてなかったっていうのが現実だとしても、なんかお互い不幸になっちゃうみたいな。それって原因はなんかその状況を認識できなかったということと、自分のなんていうのかな、マイナス思考のバイアスがかかってしまったっていうところに問題があるんですけど、それを、改善すればなんていうのかな、みんなもうちょっと生きやすくなるんじゃないかなって。だからこれって少年院の子たちをどうしようっていう問題もあるんですけど、そこまで重度な人じゃなかったとしても、なんか普通のこの中でいわゆる健常者って呼ばれてる人たちでも当てはめて考えることができる内容だなと思って、なんか人生をもっとよくできるんじゃないかなって思います。で、この中ではその問題解決策として教育のこととか医療現場の在り方とかについて書いてあるんですけど、まあ、教育で言えばその認知能力を高めるっていうことをもっと教育段階で入れていかないといけない。なんか日本の教育って結構漢字写せみたいな感じとか、あと学年で分かれちゃってるからついていけないことがどんどん置いてかれるみたいなシステムがあって、そこでなんていうのかな、こう落ちこぼれちゃった子ってそこからまたその子のペースで学習していく機会が少ないじゃないですか。なんかそういう問題点とか、あとはその今の精神科って結構何でもかんでも薬で抑え込んじゃうっていうやり方しかやってないところが多くて、本当は例えばうつになって精神科行ったとしたら、うつ病のその抑うつ感とかを抑える薬とか、そういう薬を出されてはい終わりってなっちゃうんですよね。でも本当のうつの原因ってその認知機能が歪んでたせいでマイナス思考になっちゃって、自分はダメだと思って引きこもっちゃってって、どんどんなんか負のスパイラル状態になってうつになっちゃう、外出れなくなっちゃうとか、そういう根本的な問題ってその認知機能にあったりとかもするじゃないですか。だから本当にその人を生きやすくしようとしたら、薬じゃなくてその認知能力を伸ばすっていうことが一番大事なのに、今は薬でこう抑え込むことしかしてないっていうこととかも、まあなんかこういう少年院にいる子たちだけじゃなくて普通の人たちにも当てはまる問題、大きい問題ですよね、について書いてあって、ちょっとなんかうんって思いました。なんかユングとか一時期ハマってたんですけど、ユングってそういうことを話してて、世界は自分の認識したように見えるみたいな、それがその人にとってのリアルだみたいな感じで言ってて、私それめちゃくちゃその通りだなと思ってて、だからなんか世界がどうあるかじゃなくて自分がどう見るかっていうところがすごく人間にとって大事だなと思って、だから普通に世界を見る目をいいようにいいように持っていくっていう努力はすごく個人の幸福度を高めるなって思いました。なので結構これは内容的には非行少年たちをなんか救おうみたいな感じなんですけど、なんかその健常者と非健常者っていうくくりもちょっとどうなんだろうって私は思うし、そういう少年たちも元はといえばいわゆる健常者にいじめられて、そのストレスで加害者になったみたいなことが多いじゃないですか。だからなんか、そうやって健常者と非健常者で分けるんじゃなくて、みんながもうちょっと、世界をよく捉えていったらいいんじゃないかなって個人的には思いました。衝撃的な内容でしたね。でも前向きになれるというか、これをみんなが知ってることだけでも結構なんだろう、役立つ学校の先生が読んでもすごく役立つし、そういう医療現場にいる人が読んでも役立つし、普通の人が読んでも個人の幸福度を高めるために役立つ本です。なのでパッと見これ落ちこぼれのねルポねと思ったんですけど、全然普遍的な問題でした。今日はこんな感じで難しいな、本のレビューは何言ってるか全然分かんなくなっちゃう多分思うのが、なんか現実ってよく引き寄せの法則とか言うじゃないですか。それって結構あるなって思ってて、だからなんか挨拶かあっちが目合わせた時目そらされたとしたら、普通だったらマイナス思考だったらあ嫌われてるって思ってこっちも目合わさずにすれ違っちゃうと思うんですけど、なんかそこでもし あの人恥ずかしいから目そらしたんだなって思えたら、なんかこっちから声かけれるじゃないですか、自分否定しなくて。そしたらあっちも別に嫌ってなかったとしたら話しかけてくれるじゃないですか。そうすることによって多分現実って少しだけポジティブな方に動くじゃないですか。多分なんかそのちょっとした繰り返しでどんどん人生って良くなっていくから、なんだろうマインドをプラスに持っていくことが大事って言われてるのはそこなんじゃないかなと思ってて、結局一番大事なのってそのなんか世界を見るフィルターをプラスに持っていく努力だと思いました。それはめちゃくちゃ生きやすくなるって思います。私も結構そのことについて結構悩んでた時期があって、マイナス思考すぎてだからなんかこういう本とか読んで自分の認識は歪んでいないだろうかとか考えるきっかけにもなります。めちゃくちゃ読みやすいし。